ストチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。プロ野球解説者の磯部浩二です。またまたですね、緊急事態宣言が出そうですね。プロ野球の方はですね、今週までは普通通りやってると思うんですけども、4月の27日から5月の11日まで東京、大阪で、大阪、兵庫、京都に出てるんで、緊急事態宣言が。その土地である試合は無観客ということで決定したみたいですね。特に関西圏の辺がですね、コロナウイルスの患者が多く出てるみたいなんで、感染者が、こればっかりはもう仕方ないことだと思いますね。まあ、去年もね、無観客でのゲームありましたけど、早くね収束してですね、通常の生活に戻りたいですし、プロ野球もですね、もう本当にお客さんがいっぱいいる中でプレーをしてほしいなというふうに OB であります私も思っております。まあ、これにはね、皆さんの協力が必要だと思いますので、まあ、特に飲食がですね、コロナの蔓延の原因とよく言われますけども、一人一人気つければね、なんとか早く収まると思うんで、皆さんそこは協力してやっていきましょう。今回もですね、我が古巣楽天イーグルスを中心に1週間の戦い振り返ってみたいなというふうに思います。イーグルスはですね、火曜日、水曜日とソフトバンク戦、それから金土日と西武戦行いました。まあ、王者ソフトバンクとのね、2連戦になったわけですけども、まあ、前回ね、引き分け引き分けみたいな感じですごくいい戦いしてたんでね、今回はなんとか2連戦ということでね、2連勝してほしいなというふうな感じで思ってたんですけども、なかなかね、うまいこといかないですね。まあ、早速、振り返ってみたいなと思います。火曜日はですね、北九州でナイターね、頭がね、岸投手だったんで、今回やってくれるんじゃないかなというふうな感じで見てたんですけども、相手の、ね、エラーで先制して、その後すぐにね、ソフトバンク甲斐選手に、岸選手がスリーラン食らってですね、2逆転されたんですけども、3回に島内選手がね、スリーラン返し押してくれたんですね。これで本当に逆転して4対3。お、今日はええ感じ。またまあこうシーソーゲームになるかなっていう感じでしたけども、まあ、デスパイネ選手にタイムリー打たれて、それからまたね、6回かな、甲斐選手にまたタイムリーを打たれるという、結果的にはね、6対4で2連戦の初戦を落としてしまいました。まあ、ね、本当取った後にピシッとこう抑えてほしい感じなんですけども、まあ岸投手がうまくねゲームを作れなかったですね。結局島内選手のね、3回のスリーラン以降は得点できずということで、ね、ソフトバンクの投手陣も非常にいいですから、なかなか点を取れないと思いますけど、まあしかしね、本当にこうソフトバンク戦はもつれるというか、まあ私がシーズン前に予想したこのどっちかが1位になるんじゃないかなっていう2チームですから、これはね、仕方ない結果ですね。まあ、ソフトバンクに、ね、勝たないと首位見えてこないんでね、まあ、なんとか頑張ってほしいんですけども。翌日4月21日、今度は福岡ですね、ペイペイドームに場所を移しての2連戦の2試合目、まあ、先発がね、則本投手、さすがに連敗するわけにはいかないという感じで、見てたんですけども、まあ、この試合はね、本当に打線が沈黙というか、6回の岡島選手のソロホームランのみかな、相手投手がね、和田投手だったんですけども、なかなか打ち崩せずに、ソフトバンクに3回に3点、7回にね、ダメ押しの1点取られて、4対1で敗れてしまいました。これソフトバンクに負けるとね、めちゃめちゃ腹立つんですよね。まあ、ファンの皆さんも一緒だと思いますけども、まあ、このチームになんとか勝ってほしい。やはりね、勝ち方を知ってるというか、まあ、なかなか勝たせてくれないですね、ソフトバンクは。大差になるゲームという感じではないんで、
まあ、ここ一番で抑えたり、ここ一番でこうタイムリー出たりっていう形になってくればね、リーグルスもソフトバンクの上をいけるようになると思うんでね、なんとかねこう勝負強い一球一振りを特にソフトバンク戦はね見せてほしいなというふうに思います。ソフトバンクにね2つ負けまして、まあ、なかなかね波に乗れない週になるかなっていう感じでしたけども、1日空いてね4月の23日から場所を仙台楽天生命パークに移して西武との3連戦、この試合をねエース涌井投手先発ですからなんとかねやってくれるんじゃないかというふうな感じで見てましたけど、涌井投手頑張ってくれましたね。うん、まあ、この試合からねイーグルスの方も外国人がねカスティーヨ選手とディクソン選手が合流しまして、まあ打線にも厚みが出てきた。ちょっとね辰巳選手や、まあ、島内選手、茂木選手がちょっと元気なくなってた時だったんでね、いい補強だったんじゃないかなっていうふうに思いました。まあね本当に投手戦の形で試合進んでいきまして、4回にね新外国人のディクソン選手が来日初ホームランを放って、で6回に同点追いつかれたんですけども、その裏にですね小深田選手の今季1号ホームラン出ましたね。これ出てね6回で2対1といい形でいって、涌井投手もねしっかり投げてくれて、8回途中までかな投げてくれたんですけども、8回にですね、まあ、ピンチを作って、代打、まあ、涌井投手の古巣のおかわり君ですね、中村選手に、まあ、カウント悪くなったところでタイムリーを打たれて、結果的にそのタイムリーで同点で2対2 9回打ち切りということで、初戦引き分けになりましたね。まあ、あの打線の方はねちょっとなかなかこう爆発という風な形にはならなかったんですけども、こう接戦だったんでね終盤まで行ったんで、なんとか涌井投手にね逃げ切ってほしかったんですけども、まあなかなかね相手もあることですからそういうわけにいかないですね。初戦は引き分けるという形になりましたね。まあ大量失点もしてないし、ここはちょっと粘りどころかなっていう感じですね。うん、そして4月24日の土曜日、田中将大投手、まあ、前回ね先週東京ドームで日ハム戦先発してね負け投手になりましたけども、で今回は地元仙台で、凱旋登板という形になりましたね。この試合はねイーグルス幸先よくね初回にディクソン選手と岡島武郎選手のタイムリーで先制して、田中選手のね田中投手を援護するような形でした。まあ、3回にね西武のウー選手かなに田中投手タイムリーやりて2対1となって、まあ田中投手病み上がりでもあるし100球ぐらいかなっていう感じで見てたんですけども、まあ6回をね3安打1失点という形でしっかり試合を作ってくれました。田中投手からバトンを受けたね中継ぎ投手陣、それから松井投手の抑えまでしっかりゼロで抑えてくれて、田中投手のね仙台での凱旋登板2試合目にして、田中投手、帰ってきてから、そして今季初勝利を挙げました。おめでとうございます。プラスね、田中投手は日本通算かな NPB 通算100勝目ということで、加えておめでとうございますということでしたね。はい、まあ、本当に接戦でしたけども、打線がね強力な援護できない中、投手陣がなんとか頑張って第1と僅差のゲームでしたけども、逃げ切ることができました。まあ、先発投手陣がねこうやってしっかり、涌井投手もそうですけども投げてくれれば、まあなんとかね中継ぎそれから抑えの松井投手で、逃げ切るという形がねなんとかできてますので、まあ、いい形で勝てたんじゃないかなというふうに思いますね。うん、まあ、なかなかねこう楽には勝たせてくれないですから、まあ、こういうね接戦をどん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 こう勝っていって、こう勢いをつけてソフトバンクに勝ってほしいなみたいな感じですね。それから日曜日ですね、4月25日の試合、この試合はね先発投手がルーキーの早川投手ということで、スタートしました。まあ、早川投手が、ね、投げるとき、前回は点取ってくれました。その前の2試合ね完封負け食らってたんで、
この試合もね、なんとか先に点取ってほしいなという感じだったですけども、この試合はですね、いい形で先制してくれましたね。まずは武郎選手、岡島選手のタイムリー、それから大地選手タイムリー、島津選手のタイムリーなどでね、2回に一挙5点を奪って、今週もねちょっと打線湿りがちでしたけども、ここに来てしっかり点取ってくれましたね、5点。あとまあ早川投手はね、この5点に守られて、中盤までは4回まではねゼロでいきましたけども、5回6回にね1点2点と捉えて、結果的に早川投手6回かな3失点という形で、まあ先発投手のね役割はしっかり果たしてくれました。打つ方もね、5対3になった後に6回ですかね、島内さんが走者一掃となるタイムリーツーベース放ってくれてね、8対3にして、まあ、7回にホームランを打たれましたけども、結果的に8対4で勝ち勝利ということで、早川投手に今シーズン3勝目がつきました。まあルーキーで頑張ってくれてますね。まあ今週はですね、2連敗から始まって引き分け挟んで2つ勝つという2勝2敗1分けで、まあ1週間でいうと5割という形で1週間終わりました。まあね、なかなかこうさっきも言った通り、ずっと勝つことはね難しいと思うんで、勝てる試合をしっかり取っていってほしいなというふうに思いますね。うん、イーグルスはですね、次週は大阪ですね、京セラドームでオリックスと3連戦、その後仙台に戻ってきてロッテと3連戦ですね。あ、でもあれか、ゴールデンウィーク始まるから結構連戦になるんですね。今からちょうどね疲れの溜まってくる頃、まあ、開幕して1ヶ月ですもんね。ちょっとねここ踏ん張りどころですけども、チーム一丸となってね、まあ、連戦入りますけども9連戦頑張ってほしいなというふうに思いますね。パリーグの方のね順位ですけども、まあね、ソフトバンクが、まあ、土曜日まで4月24日までの時点でですね、14勝8敗で貯金6で首位、2位がイーグルス 1.5 ゲーム差、貯金が3、3位がロッテ、貯金が2で 0.5 ゲーム差、4位西武借金1、5位オリックス借金3、それから6位のファイターズ日ハム借金7という形になってますね。週にねやはり6試合あったらなんとか2勝1敗2勝1敗、まあ9回打ち切りなんでね、ちょっと引き分け多くなるとは思うんですけども、うまく勝ち越しながら貯金を増やしてほしいなというふうに思いますね。セリーグはですね、やはり阪神先週に引き続きいい形でいってますね、貯金10作ってますね、首位、2位がジャイアンツ、ジャイアンツもまあ貯金6ですね、3位ヤクルト貯金4、4位広島借金1、5位中日借金5、6位 DeNA 借金14と、三浦大輔監督には先週も言いました、引き続き同級生頑張ってほしいなというふうに思います。まあ僕がね、予想してたヤクルトがですね、やはり今シーズン頑張ってますね。あの山田哲人選手も元気ですし、まあ、ヤクルトもしかしたら上がってくるかもしれないね。うん、まあ、阪神がね結構頑張ってるんで、ここをどん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 ジャイアンツもヤクルトも広島もね頑張っていかないと上位に上がってこれないっていう感じですね。うん、来週からイーグルスも大阪行きますけども、無観客の試合がねあるのかな、ちょっとねこう盛り上がりに欠けるところはあると思いますけども、そこはねあまり気にしないようにして、次節からのねちょっと連戦になるところなんですけども、頑張ってほしいなというふうに思います。ファンの皆様もねもちろん野球見たいでしょうけども、まあ、東京大阪、まあ、兵庫かな、ホームグラウンドがあるのは、まあ、京都も緊急事態宣言出るんですけども、まあ、この東京大阪兵庫は無観客の試合続くんでね、ちょっと残念ですけども、
皆さんで何とか協力してね、早く困難収束に向けて頑張りましょう。僕もおとなしくしておきます。はい、今回はね、1週間こんな感じで振り返ってみました。このチャンネル高評価いただけるならばいいねよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。今回はこの辺で失礼したいと思います。プロ野球解説者磯部浩一でした。バイバーイ。はい、